あれだよこれ。やばい。これは、うん、ガチでできちゃったよ。これはやめろ。これはあんたマジでアウトだ。今回の企画はワイコレ職質拒否バズル職質拒否動画を撮る企画です。はい、続きましてアキラ主任です。いやー、アキラはねもうこういうの全く経験ないんじゃない？全くない。そうだよね。いやもうマジで手震えましたもん喋ったこともあまりないくらいでしょ多分その警察の方とね。あんまないですね。ね、じゃあね、そんな子がねどうなるかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。では行きましょう。はじめ、なんですか？身分証ある？身分証いきなり身分証ってなんですか？誰ですか？急いでるんですけど。いや、意味わかんない。何が。いや、何だよ。どういうこと。おかしい。やめて。は？日本の人？いや、日本人だけど、何？いや、なんか今、怪しいなと思って、なんか目とろんとして。いや、寝起きだから。寝起きだからね。いや、証拠って。いや俺さっき30分後に起きたんだけど。30分後ってことは前に起きたんだよ。違うわ。身分証ある？別にお前。身分証って。早く終わらせたから。いきなり、いや、なんすね。いや、無理。おかしいでしょ。いや、おかしくないから。いや、おかしい。どこだよ。今の何？今。警察と全く違うことをアップしてさ何今の。なんか全体映さなきゃなと思って。あ、広くしようとしたのね。広くしよう。オッケー。だから日本人だって。名前言わないよ。じゃあ名前なんすか。名前。いやいや、なんで俺が言う。いや誰。いやいや、誰って俺、おかしいでしょ。なんか怪しいな。いや、ちょっと行く。いや、触んなよ。触んなよ。声うざ。お前めっちゃ無理してるやん。声ダサ。無理しすぎじゃない？ちょっと。サンローランだよ、サンローラン。知らない？サンローランの人？サンローランが好きなんだよ。身分証出せよ。身分証出さねえよ。いや、どこ行くのこれから。いや、仕事だよ、仕事。仕事ないの？うん。仕事、言わないよ、仕事。だから入れてんだよ、これ。入れてねえよ。うん、入れてねえよ。見せろよ、これ。そんな、おい。これなんか入ってんだろ。入ってねえよ。ここね、なんかスペースなんだよ。スペースねえだろ。このスペースなんだよ。これ、あれだよ。なんか入れてんだろ。入れてねえよ。これあれだよ。身長上げるんだよ、身長。靴の中見せろよ。おい、やめろ。触んなって。おかしいでしょ。財布見せろ、まず。なんで財布見せんの？進まねえからよ。見せろ、まず。財布入ってねえんだよ。カバンごと見るよ、カバンごと。いや、カバンごとはさすがにやめしろ。いや。いや、ダメでしょ。悪いことしてんだろって。ああ、俺怪しいね。すっげえ汚いしね。うるせえな。いや、これはローションだよ。言葉いらないよ、これは。これは言葉いらないよ。もうツッコミいらない、今のは。もう今ので完結してるもん。もうおもろいやん、今の。どう考えても俺も止める準備してたもん。見えた瞬間になんかそんな気がしたから。やば、マッサージローションだってこれ。そうだよ、体が疲れてるからな、最近。やばいわ。やばくねえよ。これを飲むの？飲まねえよ。異常じゃないでしょ。これは俺のメイク道具だよ。なんでも白いの？白いのって知らないよ。やばいね。ってないんだよ。今脱毛してないんだ。脱毛してるわ。ヒゲ剃りじゃいらねえだろ、これ。怪しいな。いや、ヒゲ剃りぐらいいるだろ。何これ。これは名前書いたんじゃん、これ。ナンバーワンだって。証拠だね、これ。やらしいな、これ。やらしくねえよ、これ。これはただの。ただの。入ってねえじゃねえかよ、これ。うるせえ。やめろよ。なんか、噂の錠剤ってのはどれよ。噂の錠剤ってなんで。何の錠剤もない。これなんで。あれだ、どこにあんだってバイアグラ。さっき打ち合わせたろ、お前よ。どれだよ。
あ、これかよ、なんだよ、これ。あ、これやめろって。これ覚えてんだよ。お前自分で渡したじゃねえか。自分でこれだよ。やめろって。お前すごい状態になってるじゃん今。状況的には。自分で渡してたよ今。これだこれだよ。これだよ。ああ噂の錠剤取るだよからちょっとおかしいなと思ったけど。ああこれは。これだよやばい。これは。ガチでできちゃったよ。これおいやめろこれは。あんたマジでアウトだよ。おいやめろ。映すな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 。これは映すな。これ馬書いてあるじゃんこれ。やめろってそんなの。100ミリも入ってんじゃんこれ。これは、うん、バイアグラだよ。おいやめろ。バイアグラってこんなことしてんだよ。知らねえよ。バイアグラしかもかける100じゃねえかよこれ。いやかける100って知らねえよ、うん、もらったんだよ。買ってねえよ俺は。俺は悪くない誰からもらったか聞くぞ。やめろやめろ。それが一番アウト。売人がいいのか。知らないやつにもらったんだよ。知らないやつにもらって。なるほどね。それで、うん、マジで終わりにしよっか。ありがとうこれは終わりだな。これちょっとツッコミどこ多かったな。まあ、バズるかバズらないかってところで言ったら、面白さって言ってんのはバズるかもしれないけど、職質っていうものとして TikTok とかにボンとか載せた時にはもうこれもうどう見てもやらせだもんね。だって前振りだったしね。コントだもんね。ただの、うん、噂の存在どこだよ。これだよ。果たしておいこれなんだよ。やめろよ。もうどうおかしいやろ流れがいやでもね、これすげえめちゃくちゃ面白かった。面白かったはい、じゃあ次行きましょう。ラブイチルより求人情報。ラブイチルオープンして1周年出しました。ありがとう。お疲れ様でね、大変繁盛しておりますが、繁盛しすぎて従業員が全然足りません。人材も多い、指名も多い、大変足りておりますので、ぜひとも皆さん求人お待ちしてます。お待ちしてます。皆さん、ぜひお待ちしてます。